はい、それでは自動車の電動化を推進というテーマで、ミニプレゼンテーションを始めさせていただきます。で、弊社はですね、自動車の電動化を推進ということで、さまざまな提案を行ってきております。で、今回の展示会にですね、こちらにありますように、弊社の注力する分野のですね、デモを持ってきております。で、バッテリー管理システム BMS ですね、こちらワイヤードとワイヤレスのものと、オンボードチャージャーとトラクションインバーターシステムで、HVAC システムですね。で、こちらの展示を行っておりまして、以下のスライドで、それぞれのトレンドと、トレンドに触れつつですね、デモの大まかな概要についてご説明いたします。で、まずはバッテリーマネジメントシステム BMS になりまして、こちら現在はですね、800V が徐々に出てきております。また、ワイヤレス BMS もですね、ようやく始まってきたというところであります。で、今後の動向としましてはですね、傾向としましては、さらなるモジュールですね、セル数の増大というところと、あとは製造工程の簡易化と、あとはバッテリーの移植化の自由度が上がるというところで、ワイヤレスがより広く浸透していくのではないかなと考えております。で、さらに先となりますと、よりそのバッテリーパックの効果的な運用ということで、より精度の高いですね、SOX といったものが課題になってくると思います。で、弊社としましては、例えば EIS とかの実現が可能なソリューションをですね、用意しております。で、もちろん SDV もですね、視野に入ってきておりますので、 BMS としてもそれに対応したものが求められるというふうに考えております。で、今回のデモに関しましてですね、簡単にご説明いたしますと、奥の方にありますけれども、ワイヤレスとワイヤードが選択できるような BMS システムになっておりまして、弊社のですね、キーデバイスを用いて構築しております。で、こちらでいうキーデバイスというものはですね、監視 IC でブリッジ IC とですね、あとパックモニター IC でセーフティーマイコンで、機能安全対応のコンタクタードライブ、ドライバーですとか、あとはソリッドステートリレーとかですね、あとはパイロフィードドライバーとか、そういった幅広い分野で、BMS を安全に構築できるようなデバイスを、用いたデモを行っております。で、即座に評価できて、駆動できるといったデモになっておりますので、ぜひご覧ください。で、次にトラクションインバーターですね。で、こちらは、弊社が重要と考える分野を4つほど挙げております。まずサイズ重量化ですね。こちらより高効率な、また小型化というのが重要になってくると考えております。で、コストにつきましても、今後電気自動車競争が激化していくと思ってますので、よりそのプラットフォーム化に適したですね、素子というところで開発を行っております。で、ますますですね、その機能安全とかっていうのが重要視されてますので、機能安全に対応したデバイスっていうのを開発してきております。で、今回展示しておりますトラクションインバーターのですね、デモが 300kW 800V で SIC を駆動するデモとなります。で、こちらはですね、SIC はウォルフスピードとの競合開発になっておりまして、ソフトウェアとですね、あとセーフティーマイコンとゲートドライブのところを弊社がやっております。で、かいつまんで特徴を言いますと、ゲートドライバーですね、単体で ACLD コンプライアントのゲートドライバーを使っておりまして、診断をですね、内蔵しておりますので、診断回路をですね、周囲に置く必要がなくて非常にコンパクトにできると。で、SPI でですね、レジスタ設定して敷地をいろいろ変えられますので、例えばモーターですとかパワーモジュールが変わったとしても、ソフトウェア的にですね、変更することでプラットフォーム化できるというところをサポートしております。
でゲートドライブの能力をですね段階的に、PWM の周期で変えることができますので、より効率が欲しいシーンですとか、ちょっと EMI に、適用しないといけないシーンに応じてですね、駆動を変えると適用的に変えることができます。で合わせてですねバイアス電源もですね、トランス内蔵のバイアス電源弊社開発しておりまして、でそちらを使っております。ですので、通常のフライバックですと外付けに背の高い、トランスとか必要になってくるんですけれども、非常に低床で、周辺部品も最小で構築できますので、基板サイズも小さくできるというところと、あと二次側のですね電圧精度が非常に高いので、SIC ですとかゲートドライブのですねマージンを極力絞ることができて、効率にも寄与できるというところになります。でこちらのモーターのデモはですね、20キロ、RPMS に対応した制御を実現しております。でこちら最後になりますけれども、オンボードチャージャーと DC-DC のデモになります。でこちら TI デザインというですね一般にウェブで公開しているデモになりまして、弊社のホームページにアクセスしていただきますと、回路図からですね、細かいその制御の内容まで公開しておりますので、ご興味あれば見ていただければと思います。でこちらも4つの分野ピックアップしておりまして、サイズと、重量ですね、でガンフェットを弊社開発しておりまして、そちらをふんだんに用いておりまして、高効率化と、高周波での駆動ということで、受動部品を小さくできるというところと、あとはアクティブ EMI フィルターというのを作ってまして、で、それを用いることによって大きな EMI の受動素子がコンパクトにできるというところがメリットになるかなと思います。で出力電力に関しましては、今回のデモですと 400V でワンフェーズの PFC と 7.4kW の出力というところになっています。で V2X にとセーフティーに関しましても、我々重要だと考えていまして、 V2X に関しましては双方向が必要となりますので、それに対応したデモとなっております。でね、デモにつきましてはガンフェットを用いた 7.4kW、双方向オンボードチャージャーということで、ガンドライバーですね、こちら PFC と DC-DC ですね合わせて12個のガン使って構築しておりまして、200キロから800キロのスイッチング周波数で駆動することができます。でそれぞれの PFC と DC-DC の制御ですね、これは一つのリアルタイムマイコンですね、 C2000 使ってやっております。で効率としましては 96.5% 達成しておりますというデモになります。はい、以上となります。奥の方でですね実際に展示しておりますので、詳しい話をお伺いいただけたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。発表以上となります。ありがとうございました。